はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、WRC9 はラリーフィンランドのね、最終日となっております。最初がね、SSS、まあスーパースペシャルステージってところですね。で、2つ目はね、パワーステージですね。はい、ってことで、久々の雨ですあんだけ雨が続いててね、しばらく晴れが続いてくれたと思ったら、また雨です。はい、まあちょっとね、気分は落ち込んでます、この雨を見て。まあとりあえずね、まだ逆転は可能な位置にいるんでね、この2つを無難にクリアしてね、とりあえず優勝を目指していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、とりあえず最初の SSS なんですけど、まあ 2.299 キロのこちらのコースですね。多分あれですよね、あの市街地走っていくやつですよね。はい、それでは行ってみましょう。はい、まあこの SSS なんですけどね、やらかしましたね。雨ですよ。雨が原因じゃないんですけどね、すさまじく些細な理由でやらかしました。まあその場面に来たらね、回復しますで、ここのね、ターマックのウェットって意外とね、難しいんですよね。なんか中途半端に滑るというか、なんというか、まあグラベルも滑るっちゃ滑るけど、ターマックもね、なんか気持ち悪いニュルニュルニュルって滑っていくんですよ。で、まあやらかしたのはこの先なんですよね。何をやらかした？まっすぐ走ってたんですけど、あの路面にね、タントがついてたんですよね。で、その路面の傾きによってね、車が左に持ってかれて、そのまま今の石にヒットっていう、ああいうね、傾いてるところはね、やっぱりね、インガをちゃんと走るべきですね、本当に。なんで傾いた瞬間に車がね、左に行ってね、そのまま石にヒットですよ。いやらしい位置に石置いてるんですよね、本当に。ほんと、まあしょうがないですよ ね。だからもうそれがね、致命的でね、ここで一番時計取れなかったかな、確か。はい、そう、後半もね、こううね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 行くんですよね。で、ここの先が気をつけなくちゃいけないですよね。地味にここのね、クランクが難しいというか、で、この先のね、人工的なクランクも結構ね、これスピード落とさないといけないんですよ。これこれこれ、今ちょっとドコッと上がりましたけど、でもうここ右左って曲がって終わりですね。短いです本当に SSS。 はい、とりあえずね、11位です。本当はね、1位のタイムだったんですけど、やり直してね、最後の1回までやり直してたら、最後の最後でね、ミスっちゃってね本当にこんなことになっちゃいました。ってことで、とりあえず今のところの総合順位が、一応まだ3位はキープしてますね。でもトップから17秒遅れなんでね、だいぶ厳しいかな。2位もね、トップから1秒3遅れってところで接戦をやってるのでね、ちょっと厳しいかもしれないです。はい、じゃあ次の SS 行ってきましょう。最後ですね。はい、最後の SS は、まあ、パワーステージですね。 7.43 キロです。まあとりあえずはハイスピードの方だと思うんですよね。もしかしたらジャンプだらけかもしれないですけど、まあジャンプだらけだったら逆転の望みはちょっと薄いかなってところです。はい、とりあえず行ってみましょう。はい、2本目スタートです。まあね、1本目ちょっと短かったんですけど、まあ2本目はね、また無言でどうぞ。まあちょっとね、今回は短くなるかもしれません。それではお楽しみください。
最終日のパワーステージ終了しました。一番時計だったんですけど、さすがにね17秒差を取り返すのは厳しかったですね。で、総合順位の方はというと、まあここまで挽回できたってところでしょう。はい、まあトヨタ勢としてはね、オジェ選手が頑張ってくれました。なんかいろいろランキング見てると悲しくなってくるんで見ないでおきましょう。はい、ってことで総合今のところのポイントランキングが、はい、一応ね表彰台ですね、3位の。一応ここに上がれるんですね3位でも表彰台じゃないんですよね、ラリー。あ、でも表彰台のステージもあったような、ないような、なんかよくわかんないんですよね、最近見てないんで。はい、とりあえずはね、まだポイントランキングは3位です。ノーポイントのレースがね4つ続いちゃってるんですよね。パワーステージをね、とりあえず一番時計だったというところで、まあ5点もらえてるんでね、加点で。いやー厳しいなー。ていうかこの2人が強すぎですよね。もうほぼほぼこの2人のみでシリーズがいっちゃってますよ。はい、ってことでね、今回でラリーフィンランド終了です。
総合順位は3位でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。